はい、でも今日はペイちゃんです。たこ焼きコーデやっていきましょうということで、今回ですけども、前回ですね、新武器の紹介と、あと、ちらっとね、おまけで、1000円15も追加されるよって紹介をしたんですけど、今回はですね、この1000円14で追加される、こちらのですね、クーペ、ユニバースライダーについて、ちょっと紹介していこうかなと思います。これなんですけども、まあ、アップで見ると見た目ね、まあ、こういう感じで、結構かっこいいデザインではあるんですよ。で、サイドに、シックスイヤーズと書いてあるんですけども、こちらね、ショップで見ようにも、まだね、ショップに追加されてなくて、性能が、ね、ちょっとわからない。ただ、皆さんめちゃくちゃ性能気になると思います。まあ、僕もめちゃくちゃ気になってるんですよ。で、なんとなく、倒された履歴見てたら、1000円14のね、この、左右リボーンさん、っていう方がですね、なんと1000円14でいらっしゃいまして、まあ、ちょっとダメ元で、フレンド申請をして声をかけてみたら、なんと今回、鍵を貸していただけるということなので、ちょっといつも通りルームでね、性能検証をやっていこうかなと思います。本当にありがとうございます。さあ、ということで早速性能検証ですね、やっていきましょう。かっこいいよね、見た目ね。クーペ、これなんだっけ名前が、なんとかユニバースですね。横にシックスイヤーズ、まあ、6周年って書いてあります。さあ、ということで、まずは通常スピードから計測していきましょう。通常スピードが110、111。通常111キロっすね。結構速いね。でね、ハンドリングもね、割となんか運転しやすい感じ。じゃあ次、加速いきましょう。加速何キロかな。通常が111で加速が119ですね。はい、通常111の加速が119。さあ、じゃあハンドリング見ていきましょう。ハンドリングは、まあ、PC 版だからちょっと伝わりづらいかもしんないんですけど、まあ、90キロキープで、こんな感じのハンドリングですね。割とね、運転はしやすいと思います。誰が使っても今のところはめちゃくちゃ乗りやすい。じゃあ次、山道。まあ、これ重要だよね。山道がどうかで結構評価が変わってくるからね。さあ、どうだ？この辺からちょっとボコボコしてくるけど。お！お！うわ、いいぞ！普通に90キロ以上はキープできてる。え、めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいっす。普通に乗りやすい。じゃあ、ちょっと次、加速ね。加速で行ってみます。ほらほらほら、全然。あ、やべやべ、ちょっとごめん。これは俺のちょっと操作ミスです。すいません。めっちゃいいよ。ほら、全然段差もスムーズに。まあ、吸い付くっていう感じではないけど、全然スムーズに段差も超えられるね。この辺のなんか、ちょいボコボコ。ちょいボコボコっていうか、なんというか、この辺？この辺どうなんだ？この辺も、いいね。あ、これはさすがに。あ、これはさすがにね。これはもうどの車でもこうなってしまう。めちゃくちゃいいぞ。ほら。ほらほらほら。あ、すごい運転しやすいっすね、これ。朗報です。はい。めちゃくちゃ運転しやすい。山道もなかなか強い。いや、いいんじゃない？いや、普通に運転しやす。これさ、これ思うんだけどさ、これ1000円14の、もらえるクーペなんですけど、1000円15のさ、何ウィングとか、あの辺よりさ、なんか全然こっちの方が良くないね。あとはまあ、鍵ランクがどうかだよね。ちょっと、この検証撮影終わったら、鍵ランクについてもね、聞いてみようと思うんですけど、いや、めちゃくちゃ運転しやすいよ。見た目もかっこいいし、普通に。ちなみにクラクションも一応聞いてみる。一応聞いてみます。あ、クラクションはまあ普通ですね。はい。まあっていう感じで、今回ですね、こちらの、クーペユニバース、性能検証してみたんですけど、まあこんな感じですね。普通に全然強いと思いました。はい。ということでね、鍵ランクについて聞いてみたんですけども、まあ、一部の、豪華限定版よりは、若干高いみたいな、豪華限定版と豪華限定版の間ぐらいにあるらしいので、まあ、そう考えたら結構鍵ランクも高いんじゃないかなと思います。まあ、詳細は、スマホ版に実装されてから、
確認してみてください。はい、あとですね、荒野行動の X の公式アカウントから発表があったんですけども、6周年のね、スケジュールがこんな感じとなってて、まあ、10月26日から12月3日まで M4A1 初の、周年デラックススキンで、10月26日から11月の26日まで1ヶ月、初チャージで金券2倍、最大で6480倍の金券っていうことなんで、まあ、単純に5000金券チャージしたら5000金券のバインド金券もおまけでもらえますよっていうようなイベントですね。これめっちゃ熱いな。で、12月26日から1000円15特権がスタート。で、10月28日から10月12月3日までスペシャルセール MAR83、前回の動画で紹介した、新武器なんですけども、こちらの金枠スキンが、なんと 74% オフ、1280金券で、出ますということですね。で、最後、10月28日から11月5日まで6周年限定パック、未所持のアイテムを必ず1つゲット、最低価格は300金券、各パックの購入は1回まで、まあ、お正月みたいな、なんか福袋みたいな感じなのかな。まあ、こういったね、スケジュールとなっているみたいなので、まあ、その他にもね、まあ、周年ガチャだったりとか電動ガチャとかも来ると思うんで、皆さん楽しみに待ちましょう。もう少しなんでね。はい、ということで、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。いや、今日2本目の動画なんでね、ちょっと短めで申し訳ない。本当は対戦動画もつけたかったんですけど、まあ、編集がねちょっと間に合わない、遅くなっちゃうかなと思って、結構前の動画でもクーペの性能を知りたいっていう方が多かったので、ちょっと急ぎ目で動画出しました。よかったら参考になれば幸いです。